怪盗クイーンシリーズは、後段者青い鳥文庫より2002年から刊行されている、早見みねかおるによる冒険小説シリーズ。2019年現在、期間14巻。2022年に劇場 OVA アニメ化決定した。いつも心に、好奇心。で、初登場した怪盗クイーンの物語。気まぐれな怪盗クイーンが、パートナーのジョーカーや RD と共に、 ちょうど急遽大飛行船、トルバドゥールに乗って、世界中を回り、時に変装し、時に戦い、高価な宝石や、絵画などを盗んでいく。クイーンは、獲物を盗む前には必ず犯行予告状を出してから、盗むというジョーカーや RD には理解されない、怪盗の美学に沿って、仕事を行う。また、時には、クイーンの師匠、皇帝や、 国際刑事警察機構の探偵教たちに犯行を邪魔される。物語の語り手はおらず、ほとんど三人称で語られる。いつも心に好奇心。怪盗クイーンはサーカスが、お好きな後書きによると、主要人物のクイーン、ジョーカー、RD は扱いにくいキャラらしい。普段は巨大飛行船トルバドゥールで生活している。探偵教。 解答クイーンの優雅な休暇から登場。ICPO の探偵協局に所属している探偵協。特に推理力が必要とされる事件の捜査に乗り出す。世界で13人しか認められておらず、現職の探偵協が定年退職したり殉職した場合は、助手が探偵協に昇格するほか、ICPO が新しい人材をスカウトした場合は、 現役の探偵教が解雇される仕組みとなっている。クイーンも優秀と称しているが、世間からは、奇人、変人の集まりや、万国びっくり賞だと思われている。皇帝の終わりの住処がある場所。地元である里の者も決して入ろうとせず、空気も薄く、動物すら近寄らない卑怯とも言われる、険しい山の奥。クイーンは昔ここで5年間修行した。 とある麓の住民はこの山には鬼が住んでいると言っている。怪盗クイーンはサーカスがお好きに登場。一流の兵を持つ団員が揃うサーカス団。しかしその特殊技能を活かして政府のために動くこともある。団員が使用する道具の一部には政府機関が開発に関わっている。怪盗クイーンの優雅な休暇、怪盗クイーン外伝発牢、全史に登場。 七人の伝説の暗殺者集団。もともと全員、ラスベガスの外れにある、オーバーハングストリートという、小さな通りに住んでいた。10年前クイーンによって、組織は壊滅した。怪盗クイーン、仮面舞踏会にて、怪盗クイーンに、月の砂漠を、怪盗クイーンと悪魔の錬金術師、怪盗クイーンと魔界の恩陽師、怪盗クイーンケニアの大地に立つで登場。 第二次世界大戦中に影でナチスに抵抗するために組織されたドイツマフィア。それこその行動は派手に表立ってはいけないものとされるが、総帥が望めば48時間以内に世界を滅ぼせるほどの力を持つ。皇帝とは因縁があるが、怪盗クイーン、月の砂漠にて、で皇帝が過去を変えたため、現在は彼を敬う関係になっている。 上位の命令を忠実に守るのが鉄の掟であり、守れないのであれば死が与えられる。また組織委員ではないが、情報収集や他国で活動する場合などに協力するグラースという様々な民間人がおり、日本にもいる様子。グラースからは夕飯のおかずを分けてもらえる時がある。ドライドラフヘンドライ、ドラフヘンとはドイツ語で三匹の竜という意味で、 ホテルベルリンの最高幹部である。全員卓越した能力を持ち、三人だけでイタリアマフィアを内部構想に見せかけて壊滅させることもできる。この三人の名前はドイツの国旗の色が由来する。地図には載っていない。実際はヨーロッパとアジアを隔てる山の中にある。目的が不明の厳しい訓練を少年たちに課している。収容所の目的を知るのは、 上層部のごく一部の人間とのこと。T、B、D、I の4つの部隊があり、子供は約300人。職員は約40人が働いている。怪盗クイーンモナコの決戦での指導の話によれば、30人ほどの謎の部隊に襲撃され、数人の子供を残して潰されたとのこと。T 部隊、内は、登場巻きは闇寝香る、講談社青い鳥文庫。 期間15巻、ありがとうございます。